たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日もクッキングしていきたいと思います。今日はですね、先日ライブ配信でやったんですけれども、鶏肉のこちらとささみですね、鶏肉のささみと、もやし、そしてこのブロッコリーをですね、スキレットで炒めて食べるという、それだけの話なんですけれども、この間ね、シーズニングがどっか行っちゃったって言ったんです。これね、このシーズニング、鶏の香草焼きっていうのを使ってやっていきたいと思います。ちょっとね、楽しみです。鶏肉にまぶして焼くだけっていうことなので、でまずね、ブロッコリーの下準備です。これヘタのここを切っていただいて、切っちゃいましょう。皮だけね、ちょっと剥いて、草ですね。これはお好みでいいです。僕はもうね、結構、昨日もやったんですけど、意外としっかりと火通るので、そのまま、でっかいまま、炒めちゃいたいと思います。鶏の香草焼きを、まぶしていきます。もやしはもうそのままです。これをまぶしていきたいと思います。半分ぐらいかけて、ひっくり返していただいて、しっかりと飲み込んでいただければいいんじゃないかな、こうやってね。スキレットでございます。スキレット?いいや。はい、加熱していきたいと思います。では、早速ね、鶏肉の方を入れていきたいと思います。OK!鶏肉いけー。よし。あ、まだ早かった。もしよかったら、グッドボタンと、ぜひね、チャンネル登録をお願いいたします。3000人に向けて今、必死に頑張っておりますので、ぜひともね、チャンネル登録の方、お願いしたいと思います。あとね、もしよかったらメンバーシップもお願いします。今ちょっと、金銭的な問題で、人類くんとしか結構お休みしてるんですけれども、もしそっちの活動もね、応援していいよっていう方は、メンバーシップ登録200円からできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、ぼちぼちね、加熱ができ始めております。ないかな。ブロッコリー、ブロッコリー入れちゃっていいんですけど、もやしもね入れちゃってください。もやし最初にね、周りに引いた方がいい。昨日やったんですけど、ちょっと、ね、そう、最後に入れると、変な感じになっちゃうので。はい、こんな感じで、軽く塩コショウをね、振って、振っていきたいと思います。ちょっとね、弱火にします。おお、いい感じですね。だいぶしんなりとしてきました。で、鶏肉がね、多分焦げちゃうと嫌なので、ちょっと一回見てみたいと思います。あ、いい焼き色がついております。美味しそうでしょ。結構ね、簡単で美味しそうにできるんですよ。昨日やったら、あ、いいじゃんとか思った。あ、いいですね。もういいでしょう。完成でございます。はい、よいしょ。これ熱いからね、気をつけないと。いやー、うまそうよ。ございまーす。あぶね。よし。たぬきちの朝ごはん。ちょっとボリュー、多いけど、いいか。朝ごはんにしては多いよね。でもね、結構食べたくなっちゃったんで、いただきたいと思います。ちなみに今、朝の7時です。よし、いただきます。香草焼き。いや、うまそうでしょ。ちょっと焦げたけど、許せる範囲だと思います。あ、うまい。うまい。昨日より柔らかい。茹でる時間っていうか、早めに蒸したからかな。昨日よりすごくジューシーで柔らかいです。はい。でね、味もね、やっぱ美味しい。すごく美味しい。シーズニングすごいね。ブロッコリーやっぱうまいね。
いいねと思ったらグッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。そしてメンバーシップ登録もね、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、たぬきちに応援するっていう感じよりかもね、まあ、人類ふんどし化計画とか、まあ、たぬきちのやってる活動にね、寄付いただくみたいな感じでしていただくと嬉しいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後ね、じゃんけんで終わりたいと思います。たぬきちじゃんけん、じゃんけん、ぽいということで、パーです。いかがでしたでしょうか。勝っても負けても明日いいことが起こりますよ。それではたぬきちチャンネルでした。またね。